ケンスケてめえ、絶対許さねえからな。2021年3月8日月曜日、公開された新エヴァンゲリオン劇場版、その中でまさかのケンスケとアスカがくっつくという事態が発生しました。おいケンスケ、何てめえアスカとくっついてんだ。アスカとやるのは薄い本の中だけにしとけよ。何公式で堂々と寝取ってやがんだ。てめえマジふざけんなよ、絶対許さねえからな。はい、という冗談はですね、まあ、さておきまして、今回はですね、アスカとケンスケがまさかの映画でくっつきやがりましたので、まあ、ちょっとなんでくっついたのかっていう点についてですね、考察していこうかと思います。まあ、正直今まで、まあ、エヴァってテレビ版から数えるとレイ派アスカ派に大別できると思うんですけども、まあ、アスカ派からすると今までずっと勝ち戦をし続けてきたというか、まあ、例えばテレビ版も旧劇場版真心君にもね、もう基本的に最後はアスカルートだったわけじゃないですか。まあ、それがね、今回の新エヴァンゲリオンではいきなりはしご外されて、でシンジはマリルートでエンドっていうことで、まあ、かなりモヤモヤしたねアスカ派の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。そこで今回は、まあ、なんでアスカがケンスケを選んだのかっていうことについて考察していこうかなと思います。まあ、僕もエヴァでですね、好きなキャラは初期は綾波レイだったんですけども、まあ作品をね見続けて年を重ねるごとに結構アスカ派にシフトしていったので、まあ正直ケンスケルートになったって言われても素直に受け入れられない部分があるわけですよ。とはいえね、アスカがケンスケを選んだ、まあケンスケはアスカが選んだ男ということで、じゃあ納得できる理由が欲しいなと。もうわざわざねケンスケに憎しみを抱いたままで言うのも気分が悪いんで、ケンスケは本当にアスカにふさわしい男なのかということをですね、ちょっと考えていこうかなと。なのでこの動画ではですね、絶対に許せないケンスケを許せるようになるためにも、なんでアスカはケンスケを選んだのかっていうちゃんと筋の通る理由っていうのを考えていこうかと思います。動画の流れとしては、まずアスカがケンスケとくっついてるかもしれないっていう、まあ、そういったのを示唆している映画のシーンっていうのを一つずつ振り返っていきまして、でその上でなんでアスカがケンスケに惹かれていったのかっていうのをですね、考察していこうと思います。あとですね、シンジが村でケンスケの家に居候した時点で、あの時点で2人がすでにセックしてたのかっていうことについてもですね、考えていこうかなと思います。じゃあ早速改めてですね、映画のシーンを一つずつ振り返っていきましょう。なおこの動画はですね、私ロイド昨日エヴァの映画を1回見た記憶だけで喋ってきますので、中には勘違いや間違いが含まれている可能性があります。その点はですね、あらかじめご了承ください。では早速アスカとケンスケがくっつく伏線ともいえるシーン振り返っていきましょう。全部で7シーンあります。まず1つ目、アスカがケンスケを呼び出してるっていうシーンですね。そんなシーンあったっていう話なんですけど、これ要はあれですよ、最初のシーン、アスカがレイとかシンジを引き連れて、で最初歩いてたシーン、9からの続きのシーンですね。でこのシーンでシンジがもう歩き疲れて自販機の前で動けなくなっちゃったっていうところがあると思うんですよ。でそこにジープがやってきて、でケンスケが拾いに来てくれたっていうところがあったじゃないですか、最初の方に。これこの時点ではケンスケがなんで来てくれたのかがよく分かんなかったんですけども、まあ後の展開を見る限り間違いなくアスカがケンスケを呼び出してるわけじゃないですか。うん、なのでアスカが、まあ、ケンスケを結構頼りにしてるんだなっていうところがすでにこの描写から分かるわけですよね。でシーン2つ目、アスカがケンスケをケンケンと呼んでいる。もうこれね、もう初めてケンケンっていうのが出た時ね、多分アスカ好きの多くの方が違和感を持ったんじゃないかなって思うんですけど、うん、アスカがまるでね恋人みたいにねケンスケのことをケンケンっていう愛称で呼んでるわけですよ。まあもちろんアスカはレイのことを初期ロットって呼ぶとか、まあ、こんな風に他人にね、名前で呼ばない愛称をつけるっていうのはあるわけですけど、にしたってケンケンはねちょっと可愛すぎる故障なわけですよね。まあ親愛かそれに準ずる感情があるっていうことがもう伺えるわけですよ。うん、で3つ目、ケンスケがアスカの裸に無反応で、しかも同棲してるっていうのが分かったシーンですね。これねもう最初の衝撃というか、かなり大きな右ストレートが入ったかと思うんですけども、まあシンジがね、ケンスケに案内されて
もうヘドヘドになりながらケンスケの家に入ったら、そこには裸のアスカがいるわけですよ。まあシンジ君自身はね、アスカの首輪にね反応して入ってるわけですけど、あの視聴者からするとそこ見てる場合じゃないんですよ。あのアスカ好きからすると、えなんで裸でケンスケの家にいるのって。しかもケンスケがその後ガラッてやってきて、アスカ裸でいるのに無反応なわけですよ。うん、これねもうあれよ、もうケンスケからしたら裸を見慣れてるってわけでしょ。もうなので2人がすでにそういう仲の可能性がかなり示唆されてるわけですよね。うん、この時点でアスカ派からすると結構きついものがあると思うんですよね。うん、でシーン4つ目、アスカがケンスケのことをすごい認めてる発言を節々でするんですよね。うん、大人な男として認めてる感じ。うん、これだいたい大きく分けると3つぐらいに分かれるかなと思うんですけど、まず1個目として、アスカがケンスケに対してあんなやつ、シンジのことですけど、あんなやつほっとけばいいよみたいなことを言った時に、ケンスケがやんわりと、いや怒りには休息が必要なんだよみたいな感じでアスカをたしなめて、まあアスカも渋々ながら納得するみたいなやり取りってあったと思うんですよ。これアスカの性格考えると、まあ、もし気に入らない相手だったらさらに反論したりとか、もしくはどっかあの一人で愚痴ったりとか、そういうつぶやく感じでね、何なのよみたいな感じでつぶやく感じで愚痴言うと思うんですけど、まあケンケンがそう言うならみたいな感じでね、ちょっと矛を収める感じがあって、それがもうね、なんかアスカのケンスケに対する信頼感が出てると思うんですよね。で2つ目として、アスカがシンジを叱責するシーンがあったと思うんですよ。シンジが結局ケンスケに出された食べ物を食べないで、で一晩中寝てって、で部屋の隅で寝てた時に、アスカはケンケンは朝6時にはもう外に出て仕事に行ってんだから、お前もさっさと起きろみたいなことを言うわけじゃないですか。まあもちろんね、言いたいことはわかるんだけど、これって言い方変えると、私の彼氏はもう働いてんのに、あんたはいつまでニートやってんの、働けやみたいに言われてる感じにも取れるわけで、だとするとダメージが10倍ぐらいになるわけですよね。ひどい話よこれ。うん、で3つ目がね、あのシンジが復活した後のシーンですよ。あのアスカがね、何泣いてスッキリしたのっていうのに対して、シンジがうんスッキリしたよみたいな感じでうなずいたら、アスカがじゃあ動けるようになったならケンケンの役に立てと、私の彼氏のために働けみたいなことを言われるわけですよ。えぐくない？うん、悲しみが深いって。これが、そうですね、3つ全部含めてシーン4、アスカがなんかケンスケのことをすごい認めてる感じがあるかなっていうところですね。で5つ目、これがですね、アスカの告白シーンですね。戦闘前にアスカとマリがシンジの元にちょっと寄り道するわみたいな感じで訪れたところあったじゃないですか。でアスカはシンジとのやり取りの中で、あシンジちょっと成長したねって認めた上で、アスカは、私あんたのことがあの頃は好きだったんだと思う、でも私が先に大人になっちゃったっていうわけじゃないですか。でまずこのあの頃っていうのは、あの頃は好きだったっていうことは、暗に今は別にあんたのこと別に好きじゃないからって言ってるわけじゃないですか。で加えて私が先に大人になっちゃったっていうのは、もちろん精神的に大人になったっていうだけの意味の可能性もあるんですけど、もうぶっちゃけ処女を捨ててますバージンじゃないみたいな意味にも十分取れるわけで、そういう可能性はありますよね。うん、でこのあとね、アスカとマリの会話で、姫すっきりした、アスカすっきりしたみたいな感じに対して、アスカがうんすっきりしたって言ってるのも、まあ、完全にシンジには未練がないなっていうことを示してるように見えるわけですよね。で6つ目の要素として、アスカが自分の過去を振り返っている時の人形着ぐるみがケンスケだったっていう描写ですね。アスカは、一人でいいんだもんって言ってたけど、本当は寂しかった、誰かに頭を撫でて欲しかったって振り返って、でそこでケンスケがやってきて、ケンスケっていうか人形だね、着ぐるみがやってきて、でその着ぐるみが頭取ったら中にケンスケがいて、でケンスケが頭撫でてあげたと、うん、ということでアスカがケンスケに癒されたっていうことのメタファーになってるかなと思うんですよね。で7つ目最後ですけども、7つ目がシンジの最後のアスカとの対話ですね。アスカがもう体が成長して寝てたところから海辺で目が覚めて、でシンジがアスカ好きと言ってくれてありがとうって言った後に、ケンスケによろしくってシンジは言うじゃないですか。うん、もうこの時点でアスカケンスケルートがですね完全に確定したわけで、うん、こんな風に7つのシーンから察するに、まあアスカはケンスケとくっついてるっていうことはもうほぼ確実と言えるわけですよね。じゃあその上でなんで
ケンスケとアスカはくっついたの、なんでアスカシンジじゃなくてケンスケなの、シンジのこと好きだったはずじゃんみたいなのがあるわけで、じゃあそれについてちょっと考えてみたいと思います。なんで2人はくっついたのかと、うん、で僕としてはですね、理由は大きく分けると3つかなと思っていて、理由1として、やっぱりここで一番分かりやすいですね、ケンスケがアスカが辛い時に慰めてくれたっていうところですね、うん、ぬいぐるみ着ぐるみの描写でも分かる通り、アスカが涙を流して一人でいたくない、誰かに頭を撫でてほしいっていう時にケンスケのイメージが、頭を撫でている、そういうシーンがあったことから、やっぱりケンスケってアスカが辛かった時に、多分要はシンジが寝てる間ね、歯から球に行く間よの14年間の間に、アスカはことあるごとに辛い時にケンスケがいつも優しく受け止めて慰めてくれたんじゃないかなと思うんですよね、うん、アスカの悲しみをケンスケの優しさがずっと癒してくれてたので、アスカはケンスケにまず惹かれるようになったと。で理由その2として、アスカはケンスケに不正を感じたんじゃないかなと思うんですよね、うん、不正っていうのは基本的に母性の反対、要は厳しさなわけですけれども、ここで言う厳しさっていうのはアスカの間違いを正す厳しさですね、うん、映画の中ではたびたびアスカがシンジに対してまあちょっとひどい言葉、クズ、うざいとかみたいな言葉をかけると思うんですけども、まあ、その度にケンスケは、まあ、シンジだって怒りだって頑張ってるんだからそんな風に言うもんじゃないぞみたいな感じで、アスカをすごいたしなめるわけじゃないですか。このやり取りから察するに、この件だけ、シンジの件だけじゃなくて、ケンスケっていうのはことあるごとにアスカにそんな風に考えるもんじゃない、言うもんじゃないっていう風に助言をしてたと思うんですよね、うん、まあ、言い方こそ優しいものの、ちゃんとねアスカに対して正論をぶつけて、でアスカを正そうとするっていうこの姿勢は、まあ、多分アスカから見てもありがたい存在、頼れる存在じゃないかなと思うんですよね、うん、で理由その3として、ケンスケの自立した大人の姿っていうのを尊敬してるんじゃないかなと思うんですよね、うん、っていうのも、まあ、まずケンスケって作中の中でかなり評価が高くて、まず当時とかは、まあ、わしらも随分こいつのサバイバルの知識に助けられたもんやっていう風に喋ってるわけじゃないですか。でケンスケは第三村でも、何でもやっていう仕事についてて、で自らねいろいろ危険な地にも行くし、で村の生活の基盤とかライフラインを管理観察っていうのをしてるわけじゃないですか。こんな風にケンスケっていうのは、まあ、自分の得意分野とか自分のできることを全部他人のために、他人の生活のために行ってるわけで、まあ、身を粉にしてね、他人のために自分の知識能力を発揮するっていうのは間違いなくもうこの社会において、人間社会において、自立した大人の姿っていうことになるわけで、まあ、このような立派な態度っていうのをアスカも認めて尊敬してるんじゃないかなと思うんですよね。なのでいろいろ喋りましたけど、これまでの理由まとめると、まあ、まずケンスケっていうのは他者貢献を果たしているすごく立派な大人で、でアスカに対してもその優しさを持って常に支え助けてくれたと。ただ単なるイエスマンとしてアスカを甘やかすっていうだけじゃなくて、時には厳しい意見も言って、でアスカの間違いを正してくれる存在っていうわけですよ。これはねアスカが惚れてもしょうがないんじゃないかな、うん、今ね喋ってても思う、ケンスケ立派だよ、うん、大したやつだよこいつ冷静に冷静にね、偉いよこの人すごく偉いすごくなんかね、喋れば喋るほどケンスケ立派だなって思ってきちゃいましたね、うん、ちょっと悔しいけどね、認めざるを得ないところがある気がしますね、うん、で最後もはやなんかちょっと脱足な気もするんですけど、アスカとケンスケって、まあ、セックスしたのっていう話についてねちょっと喋っとこうかなと思うんですけども、まあ、やっぱりネットとかを見ても、えシンジとかが寝てる間にやってたんじゃねえのとか、え何もうこの2人ってすでにそういう関係っていうのが、そういう意見もねちらほらねネットを見るとあったんですけども、僕は個人的にはですね、少なくともシンジが村に着いた時点、要はアスカが大人の体になる前ね、海辺で眠れるようになって大人の体になる前、成長する以前、映画序盤中盤の時点ではケンスケはアスカに指一本触れてないって思うんですよね、うん、これにはちゃんと根拠もあって、ただの希望的観測とかじゃなくて、理由はアスカは体が成長する前の時点では心身ともにまだ子供だったからだと思うんですよ。どういうことかっていうと、まあ、そもそもねこの新エヴァンゲリオン劇場版っていう作品は大人になるっていう意味を自分の弱さを受け入れることと定義してるんですよ、これはシンジとゲンドのやり取りからも明らかで、シンジはゲンドに対してね、僕は昔父さんと話したくなかった、怖かった、
っていう風に自分の弱さを認めた上で、でも今は父さんの話が聞きたいっていう風に弱さを認めた上での成長っていうのをやってますし、まああと限度に対して父さんが母さんに会えないのは自分の弱さと向き合わないからじゃないっていうようなニュアンスのことを言うわけじゃないですか。でそれに対して限度も成長したなシンジと返すわけで、シンジとアスカのやりとりでもありましたよね。アスカがシンジに怒ってた理由わかるかっていう時にシンジが僕が何も責任を背負おうとしなかったから、自分では何も決めようとしなかったからだよねっていう風に自分の非を認める、これが成長なわけですよこの映画において、なのでこの作品で大人になるっていうことは自分の弱さを認め向き合うことっていう意味なんですよね。それで見るとアスカは体が大人になる前の時点では自分の弱さを受け入れてるようには思えないんですよね。なんでかっていうとアスカは村とかで人形を片手に持ちながら私は一人でいるしかないみたいなこと言ってますし、要は自分が本当は寂しいっていうことを認められないでいるんですよね。レイとかに対してなんであなたはここにいるのに働かないのみたいなのに対してもここは私の居場所じゃないからそもそもっていうふうに言ってますし、でずっと寝れない不眠症っていうのも、まあ、精神が安定せず自分の弱さを認められないイラつきから来るものだと思うんですよね。そういう不安定な自分の弱さを認められないアスカなんですけども、まあ、これは多分シンジの成長を見たからだと思うんですよ。シンジが成長してあ私も成長しなきゃなって思ったからだと思うんですけども、アスカは、自分の弱さ非を認めるようになって、あ自分は本当は寂しかったんだなって自覚するようになったんですよね。寝てる間にこの時初めてアスカは私は寂しかった、誰かに頭を撫でてほしい、あそういえばケンスケって本当に優しくて私にとって大切な人だって、着ぐるみの回想シーンで初めてケンスケに対しての好意っていうのを自覚したんだと思うんですよね。今までは人形に頭を撫でてもらう程度のセルフイメージ、アスカのイメージだったと思うんですけども、あの寝てる間、夢を見てる間で初めて、あ私ケンケンのこと好きだわみたいな、まあもちろんねこれまでもケンケンって呼んでるわけだから、まあアスカはケンスケに対してネガティブなイメージは持ってなかったと思うんですけども、ただ自分にとってケンスケは大切な人間であるって思ったのは寝てる間だと思うんですよ、だからこそ、そうやってね自分の弱さとケンスケへの思いを自覚したアスカはこの作品における大人になったっていう定義を満たしたわけで、体も成長したんじゃないかなって思うんですよね。つまり村にいた時点ではケンスケとアスカは本当に何もなかったし、なんなら手とかつなぐことすらなかったと思うんですよね。だってそういうのっていうのはアスカは自分の弱さ、人と触れ合いたいみたいな弱さから逃げてるから、自分が向き合うこと逃げてるからそういうことはしてないと思うんですよ。まあだからといってね、この後映画の後どうなるかっていうと、まあ大人になったアスカとねケンスケはまあ多分しっぽりするわけで、シンジアスカ派からすると絶望なのは変わりないんですけど、まあ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 それはね、まあケンスケのことを認めてやるしかないかなと思うわけですよね。はい、というわけでですね、今回はケンスケとアスカがなぜくっついたのかということについて考察してみました。まあどうしてもねやっぱりアスカ派の人からするとちょっとモヤモヤした結果になっちゃったかなとは思うんですけれども、まあアスカの幸せっていう観点から見ると、まあそんなケンスケはね悪い相手ではないかなと思うんですよね。生活力もあるし優しいし結構理想の旦那じゃないですかね。まあいわゆるね幸せなら OK ですってやつですよ。あとは単純にこのエヴァってどうやらループものというかいろんな世界線が存在してるっぽい描写もあったわけじゃないですか。なのでこういったアスカケンスケルートっていうのは一つの可能性でしかなくて、まあシンジアスカルートもねいっぱい存在するんじゃないかなとは思ってます。まあただ問題はシンジアスカルートのほとんどがシンジがアスカの首を絞めて終わるんじゃないかというところですけど、ちなみになんでシンジがマリとくっついたのか、要はアスカ、今まではアスカ選ばれてたのになんでマリが選ばれるようになったのかっていうのはですね、昨日ですね挙げた感想の中で最後に触れてるんで、ちょっとまたこの動画とは全く違うメタ的な視点でちょっと考察してみたのがあるので、それも一応動画概要欄に載っけておきます。もしよろしければそちらもご覧ください。それでは本当にここまで見ていただきありがとうございました。